はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回は提督じゃないですね、ハーツオブアイアン4、都道府県元の続きをプレイしていきましょうということで、北の近い岩手、秋田、宮城、青森、北海道といったところとの戦争中になります。でまずはね、宮城を完全にこの日本地図から消しつつ、岩手、秋田と攻略を進めていきましょう。で、戦争への貢献度もね、ちょっと確認しておきたいんですが、もうね、群馬帝国一強という状態ですね。千葉県、師団数175師団に対して、群馬、780って。ちょっとどういう状況なのか、わからないぐらい、師団数が圧倒的なんですが、まあ、なんとかね、群馬に追いつけ追い越せと、やっていければいいかなというふうに思ってます。で、実は工場がダメージを受けていて生産ラインが止まっているところがありそうなんですが、そうだな、ちょっと、どこにレジスタンス抑制をやらせるかというか広げるかというのは要検討なんですが、このままだといずれまた装備品が枯渇して師団が死滅していくので、それを避けたいなというところですね。でちょっと細かいところを見ておくと、各戦線有利に進めているところが多いですと。でもう、秋田はね、首都、秋田を攻略済みなので、移転した首都を目指して、進軍中というところですね。まあ、ただそれも、まあ、群馬帝国中心に動いているので、まあ、こういう言い方もなんですけど、ほっとけば、おそらく、肩がつくのかな、というふうには思ってますね。なんでも群馬帝国頼みというちょっと情けない結果なんで、何かね、存在感を出していきたいんですが、まあ、艦隊もな、微妙なんですよね。結局、仙台沖の方で艦隊を進めるだけの、ちょっとパワーがないんで、ホームの軍港を千葉からちょっと変えますか。上石あたりぐらいまでは。それはありかなと思います。でも、本当に、いわゆる、研究系は、やり尽くした感があるので、言っておけばいいんですが、レジスタンスに破壊された、装備品関係の工場、それをちょっと再建させるのを優先させましょう。ということで、国家方針、今何になってる？建設工学。これ問題ないんだよね。建設工学、そのまま継続しておきましょう。では、ちょっとこのまま時間をザクザクと進めていきます。少しまた戦線が、膠着気味な雰囲気が出ているので、落下傘部隊とかね、投入したい気もするんですが、それを投入するまた人的資源がね、ご覧の通り全くないんで。では、時間を進めます。
はい。ここで秋田が攻略になりましたね。なので残すは岩手、青森、北海道というところになりました。ではちょっとね、一旦時間を止めて、師団のね作戦を変えていきましょう。ちょっと装備品が追いついていない、師団はもうそのまま一旦休憩というかね、進軍できないので、止めます、動きを。で、割とその装備品がちゃんと補充されている部隊は、引き続き青森、秋田、このあたりの攻略戦に入っていきましょう。ここまで割と順調に来ましたけれども、この先まだ長いって、あまり師団のね人的損傷を消耗かな、あんまりしたくないというところもありますからね。第1軍は青森へ向けて進撃。第8軍はまあ苦戦の続いている、やっぱり岩手ですね。ここにもうちょっとしっかりした戦力を投入してあげたいなというところなので、投入していきましょう。残りはちょっと今戦える状態ではないのかなと。いや、でもこれ第4軍はいけるね。第4軍は投入していこう。よし、じゃあこれでまた時間を進めて、まず先に岩手になると思うんですが、まあ、青森とね、岩手、こちらの攻略を進めていきます。では時間を進めていきましょう。ここで岩手も降伏してきましたね。残りは青森になります。なので、ちょっとじゃあ青森に軍を進めていきましょう。で、三重の兵を一旦もう徴収して、まあ、千葉県の指揮下に入れました。もうちょっと師団の数が、足りない。もっと言うと、人的資源がこれ以上増えることはないかなというところなので、もういっそ従属国から軍の指揮権を完全に移譲させたというところですね。なので、一時的にではあるんですが、指揮できる軍の数が、爆発的に増えてますので、まあ、この状態をね、うまく利用していきたいなというふうに思います。まずは青森。
これをね、屈服させていきましょう。青森の後はいよいよ最後の強敵、北海道との激戦になるかなと思いますんで、まあそれに備えた、まあ軍の整備を進めていきます。では、青森に向けて進軍していきます。さて、岩手はもう風前の乏しんび、青森もね、だいぶ攻略進んでいます。で、艦隊の方はですね、北海道攻略に向けて、攻略作戦に向けて、北海道近辺に艦隊を派遣している状態になります。もうここからはですね、もう畳みかけになるんですが、やっぱり師団数が、ちょっと増えた。あ、まあこれは完全に、三重帝国から徴収したというだけなんですけども、三重帝国から徴収したので、だいぶ増えてます。あとは、帝政静岡、あとは、新首都大阪、みずほの国、このあたりは徴収が可能なので、まあ、最悪ね、また徴収もしていかなきゃいけないかなというところですね。で、いよいよ青森攻略した後は北海道というところになるんですが、まずはね、青森、と片付けちゃいましょう。では青森、攻略終わるまで進めていっちゃいます。はい。青森も攻略済みになりましたね。あとはまあ残存している敵の部隊を掃討すれば、晴れて北海道への攻略が可能になるんですが、ちょっとね、気を抜いてる間に艦隊がだいぶやられてます。艦隊が。なので、まあ艦隊の再編をしないと、ちょっと制海権が取れないかなという危険がありますね。
なので、まあ、一度制海権を取るために艦隊の再編と立て直しで、どうしてもね、艦隊を作り直すには、時間がかかってしまうので、少し、時間をね、裏で進めておいて、艦隊を増強したら、またね、実況の方を再開するっていう形になるんじゃないかな、というふうに想定はしています。まあ、北海道、当然陸続きではない以上は、どうしてもね、艦隊使って制海権を取ってしっかり強襲上陸をかけていくと。で、港を確保できたらその港は足がかりに、軍を送り込んでいくっていう形になると思います。で、まあ実質的にね、そのどの港を狙うかなんですが、まあ一つはこの、千歳で、もう一つは、距離的にちょっと遠回りになるんですが、小樽。この辺りがね、狙い目になるんじゃないかなというふうには思っています。では、今回はこの辺りにさせていただいて、次回ですね、北海道攻略戦やっていきたいというふうに思いますので、ぜひ皆さんの応援、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。